おおきにセレストとか公認セレジュのたこ焼きレインボー。セレストサポーターの皆さん、こんにちは。セレスト大阪公認セレジョの堀くるみです。根岸かれんです。木井咲です。綾瀬さくらです。神田舞です。ファン感謝で皆さん楽しんでますか？イエーイ、盛り上がってますね。今日は私たち会場に行くことができなかったんですけど、この場をお借りして皆様にご報告があります。私たちは今シーズンをもってセレスト大阪公認セレジョを卒業することになりました。振り返ってみれば2017年にセレジョ見習いとして、うんうん、はい、お邪魔させていただいたんですね。見習いやったな。そう、見習いで舞台に立ったようなみんなね。そうやな。で1年後やったね。そう、1年後2018年に公認セレジョとして昇格することができました。あ、本当に嬉しかったよな。いろんなね、試合見に行かせていただいたりとか、ちゃんとも歌わせていただいたりとかね。そう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 、レポとかもさせてもらったりとかして、うん、はい、そうやな。うん、やっぱ自分の中で大きかったのが2020年に、うん、あのファミリアルセレクトとして「フォーム最強」という曲を作らせて歌わせていただいたということが、そう、ね、本当に嬉しかったです。嬉しかった。森島社長も、うん、あの歌詞で書いてくださって、うん、うん、本当にもうあれはいろんなところで歌わせて、うん、うん、いただきましたので、ね、本当に濃い5年間でした。はい、本当になんかいろんな形で皆さんとご一緒いただいたなって思ってますし、こうサポーターの皆さんからいただいた熱い温かいご声援だったり、あとは一緒にこうセレスト大阪をはっきりこう応援できたことを本当に心の底から嬉しく思います。サポーターの皆さんね、本当にもう温かい方ばっかりで、私たちのことを受け入れてくださって本当に嬉しかったです。うん、今シーズンで私たちは公認セレジョを卒業しますが、これからもセレスト大阪を応援していきたいと思っております。はい、皆さん本当にありがとうございました。公認セレジョ卒業ということで寂しいです。あの2017年にね、見習いで入ってきて、セレジョ見習いってなんやねんから始まったんですけど、あのメンバーが本当に可愛くて親しみがあって、で僕あの最初ちょっとね、あ、本物だと思って緊張してたんですけど、これぐらいの距離に来てすごい仲良く笑顔で話してくれたのは、もうおじさんね、ハートギュッて掴まれまして、大好きになりまして、それからもう6年ですか、あの共に戦ってきたんですけども、まあ、卒業ということにはなりますが、思いはね一緒だと思います。明後日5月6日セレッソ大阪ホームゲームがあります。そこにみんないるんじゃないかなと思ってますけど、あのこんなうるさいおっさんが DJ もやってますし、社長もうるさいですから、ぜひあのこれからもセレッソ大阪ともに思いは一つで頑張って走っていきたいと思いますから、一緒に頑張りましょう。これからも僕も熱く応援します。本当にお疲れ様でございました。また会いましょう。西川大輔でした。ゴール寂しいです。たこ焼きレインボーの皆さん、こんにちは。セレッソ大阪アンバサダーの竹本です。最初たこ焼きレインボーの皆さんに会った時は、レインボーやのになんで5人なんやろと、そういった疑問を持ちましたが、ファン感謝デーや、イベントなどで、一緒にねこう盛り上げているうちに、すごくこう情熱持って応援してもらっているというふうにすごく感じました。この度、ご卒業されるということを聞いたので、本当にあのお疲れ様でした。とても楽しかったですし、ずっと僕の心の中ではたこ焼きレインボーがアイドル界で一番だと、思っております。ほんまに？これからもそれぞれがそれぞれのステージで精一杯頑張ってください。僕も頑張ります。長い間ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは。セレッソ大阪の瀬戸博です。この度は公認セレジョ
卒業されるということで、皆さん本当にお疲れ様でした。これからも変わらずセレッソの方を応援してくれると嬉しいですし、それぞれ次のステージでも頑張ってください。応援してます。また会いましょう。応援セレッソの皆さん、ローランドです。これからも頑張ってください。僕は陰ながら応援しております。公認セレッソの皆さん、こんにちは、セレッソ大阪の堀島でございます。ございます。本当にですね、長い間このセレッソ大阪を、サポートをいただきましてありがとうございます。これから、皆さんはこういろいろなね、また頑張られるということをお聞きしております。私はですね、本当こう皆さんといろんなところでご一緒させていただいて、こうやってサインをいただいたやつも大事にしておりますし、本当セレッソファミリーとして、一緒にいろいろな、活動させてもらったことを大変嬉しく思っております。またですね、思い出としては一緒に収録もさせていただいて、一緒に声を残させていただいておりますので、いつも、いつまでもまた皆さんの活躍を応援をしております。ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。頑張ってください。嬉しい頑張ろう、最後まで。